どうもナムチンです。メタファーやっていきます。よろしくお願いします。今2週目を開始しておりまして、難易度はもちろんキングオブキングス、最大難易度でやっております。敵の攻撃がかなり痛いですね。最強装備をつけたとしてもがっつり持っていかれるので、まあ、敵の攻撃は痛い。でも攻撃される前に倒してるので今のところまだ問題ないですね。でパーティーですけども、もう2周目はね、もうこれでいってます。ディーラー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 、全員ディーラーでいってますけども、もうほんとね、快適、めちゃくちゃ快適に、進むことができてます。で、あのね、ベルギッタを今ランク7にしてるんですけども、ランク7は結構早かったんですよ。7月の頭ぐらいにはランク7になったんですけども、そこからね、8に上がらない。うん、今9月の1日ぐらいなんですけども、1ヶ月以上ね、ベルギッタが上がってくれないんですよね。まあ、9月に入ってからしか上がらないとかですかね。でも、タイクーンじゃなしに、ディーラーでも全然いいですね。やっぱりね、フォーチュンスロットが優秀すぎる。あれだけでいいんですか。まあ、とりあえずどんな感じかいきまーす。ほんとね、このディーラーだけのパーティーが快適すぎて、他をもう全然使ってないですもんね。ディーラーが、解放されて、あ、でその後あれだ、マジシャンかが解放されて、魔力統合が使えるようになってからディーラー使い出したんだ。ああ、もうこれだけでいいからさ、ものすごく快適です。あー、ここか、なるほどね、ここでしたか。なんか、うん、やりにくいステージなので、最初ちょっとレベルを上げて、フィールドで2パンで倒せるようにしましょうかね。ちょっとレベル上げないとまだ倒せないっぽいので。で、これどうなの、これ召喚するやつはどうしよう、壊そうか。でもあれ壊しちゃうとこの通常のステージでは治らないんですよね。うん、もう出てこなくなるので、どうしようかな。一応取っときましょうか。いや、でもここでわざわざレベル上げしないかな。うん、わざわざしないか。まあ、とりあえず、後で判断するとして、先にどんどん進んでいきましょう。もうほんとスロットをやってるだけで勝てるっていう超お手軽パーティーですね。何も考えてなくていいので、もう一度やったストーリーなんかはサクサク進んでいけます。多分これ終盤までこれでいけますね。終盤ま で終盤になったらばちょっとパーティーをね考えようと思うんですけども、今のところはまだ全然余裕でいけてます。いや、ここめんどくさいところだったな。まあ、ボスまでなんとか進みましょうか。ボス到着でーす。結構長かったね。いきまーす。あー、ここユーファの、そうか、試練みたいなもんだから、そうかそうか、入れなきゃいけないのか。まあ、OK。これで、行きましょう。まあ、ユーファも、カンナギつけてるので、1で使えるんだよね。どんぐらい与えれる？多分2000ぐらいじゃない。あ、2000。ああ、いや余裕。あとはもうフォーチュンスロットですよ。
はい、それでは戻ってきましたということで、今日は2週目のおすすめパーティーをご紹介しました。全員ディーラーですね。ちょっと単純な作業になってしまうんですけども、まあ一度ストーリーはクリアしてますので、これでサクサクいくといい感じだと思います。で、2週目で使うにあたって、1週目の最後にお金をしっかりと増やしておいてください。そして、スクノカミのソロ版、ラストステージでドロップしますので、あれを4つ5つ持っておくとさらにいいと思います。多分、終盤まではこのパーティーで全然いい。うん、むしろ終盤からもこれでいけるかもしれないですけども、まあ、終盤はもうちょっと楽しみたいので、違うパーティーを考えていきたいと思います。まあ、とりあえず終盤までは全然ディーラー4人でいけますので、はい、ちょっと作業みたいにはなりますが、試してみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。